い。あ、リアルだな。リアルだから。まあ、あんたのクラスの出し物見たからもう帰るよ。お化け屋敷頑張んな。あ、お化け屋敷じゃねえぞ。なんだこれ。どうだ、似合うだろ、相棒。返せ、バカ。僕が普段かけているメガネは、僕が見た生物を石化してしまう能力を封じるためのもの。世界一趣味の悪い石像の完成だ。かけた時に1日が経過していればさすがに不審がられる。おぉ、まあいいか、ラーメン。メガネ返してよ。ちょっと目が数字の3になるだけだろ。メガネがないと4ほとんど見えないんだよ。すごいじゃないか、石の展示ってこれだったのかい。うちの息子そっくり。まあそりゃそうだ。すごいな、なぜに粘土。よく掘れたな、こんなの。優秀クラス出し物は3組に決定です。すげえ。じゃあもう一回壊れたら終わりだな。あ、指折れちゃった。うわ、耳とか超きれい。え、クラエホロ男爵。ダメ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 。何やってるんだ、すぐ降りろ。あ、改造人間サイダーマン2号。そうなんだ、僕もそこが疑問でね。あ、佐伯くん大丈夫か。佐伯、佐伯が体を張って。佐伯くんだろ、身を挺して石像をキャッチするなんて作者でもなければできないよ。え、佐伯が。そっか、粘土と仲いいもんな。しかし文化祭の打ち上げくれ、近所のファミレスでいいのによ。そもそもやらなくてもいいの。いや、まだ君たちが来てないから始めてないよ。とにかく場所を教えてくれ。地図通りに来たはずなんだが。来てない。この道を左に曲がれば。はい、ついてません。どうやら俺たちは新手のスタンド使いの攻撃を受けて。まあいつはダメだ、方向うんこだから。俺っちが代わりに聞くぜ。くっ、入るは代わるってよ。やはりこの漆黒の翼の力が必要なようだな。じゃあ案内するからよく聞いて。そこから病院が見えると思うんだけど。ああ、あるぜ。よし、その道をまっすぐ進んで。ああ、ごめんごめん、見つかって。ああ、曲がったんだが。本当にこっちで合ってんの。私立ビンビン小学園じゃないよ。ビンゴビンゴビンゴ、合ってる。ああ、そこのガキ何見てやがる。キール、さっさと首のところまで案内しろよ。や、来たね、3人とも。お料理のメニューどこだ。あ、先にビンゴか。お開きにします。もう終わりだけど。何してるの、お兄ちゃん。チャオ。チャオじゃないわ、いい加減にして。今すぐ出てってよ。ということがあってな、ココミがあれから全然口を聞いてくれないんだ。帰れ変態。デビュー2日後には月9の主演は決まり、舞台映画の主演 CM 女王にもなり。まあ本当は俺が伝えたいが、血は喧嘩中なんでな。しっかりやれ。しかしテレハシさんが芸能人になったらまずいか。そう、お詫びよ。きっかけができてよかったわね。最近デートしてあげるわ。さあ光栄に思いなさ。断られたら私死ぬわよ。もう生きていけない。これは断りにくいな。やれやれ、隣町だから知り合いもいないし平気かと思って。この先にケーキの美味しいお店があるんだ。ケーキを食べたらすぐ帰ろう。なんもねえよ。商店街なのに飲食店が一つもないとかある。これ店の割引券です。先お店行って席開けときます。お祭り、みんなありがとう。もう大丈夫だから。またあいつに頼む必要なかったな。こっちに向かってる。ケーキを食べたらすぐにこの町を出ないと。もう一つ頼もうか。早く何とかしなければ。なんかみんなが握手してほしいって言うから。やってる場合か。こうなったら一か八かだ。あれ、閉まってるじゃん。お会計6850。安いんですか。私クーポンも持ってます。じゃあ20円。あいつら駅にいる。まずいな、帰れない。あれ、止まった。さては佐伯葛藤してるの。ボーリング2名様ですね。少し心が痛むが、お互いのボロクソにして勝つ。これでテルハシさんは僕に興味をなくしただろ。逆に君がさっき嫌悪感を示していた美少女フィギュアを危機として取る。あれ、メガネちゃん。タイムアップ。え、ここ見限界だ、逃げるぞ。この私と手をつなごうなんて。急に手をつなぐなんて、ますます嫌われてしまったら。サンタなんていないよ。あら、いるわよ。嘘、サンタさん。可愛くないガキだ。みんなが国春ロースが来るのを待ってるのさ。お肉みたいだな。じゃ行ってくるよ。あっ、じゃあこのプレゼントは。クソ、お前が。お断り。ここは私に任せて。パパ、もうすぐサンタさん来る。ああ、もうすぐだよ。玄関から来たら私失望をあらわにしちゃう。ほら、プレゼント。そこ置いといてください。お母さんならいません。帰ってください。いや、知らないはずはない。玄関の前に置いておくか。サンタさん、プレゼントはいりません。だからお願い。見て、プレゼントがあったよ。サンタさんだ。サンタさんがパパのことだ。やれやれ、大変だったな。まったく。なんだ、母さんと同じ額のはずだぞ。サンタ、え、会社に遅刻。これならまあなんとかなるだろう。こちらの商品は大変人気なんですよ。グイグイ来るタイプの人、すまないが僕のことは放っておいてくれ。1TB のハードディスク内蔵で録画時間もたっぷり。録画はしない。リアルタイムを逃したらテレパシーでネタバレを送る。おう、これでいい。これをくれ。そちらは家電芸人が紹介してないやつですが。家電芸人はどうでもいい。マンガン電池でも渡しときゃホクホク顔で買えんだろ。マンガン電池はいらないから引け。これなら文句ないな。群馬県26,700円。電話でも何でも確認してみろ。お客様、テレビ以外にもご入り用のものはないでしょうか。ない。早くお会計だ。これなんかどうかな。わあ、ドス黒い声がより明瞭になるわ。コーヒーゼリーは作れるのか。
食いついた。さすがお目が高い。そちらはうちの店しか置いていない商品。このお値段29,800円。買ったー。くーちゃん、お年玉で何買ったの？母さんにも食べさせてやろう。なぜなら学校なんて来てないで病院。奴は世界の息の根を止めようとしてやがる。病院行けよ脳外科。ほら見ろ、普通引くな。どいつもこいつも弱えな。ヤンキーファッションだな。ベロッチ、それ初ラーメンか。うん、っていうか初ご飯かな。今日やっと給料入った。佐伯さんは年越し何してました？なんだお前も。俺はあれっすよ、除夜の鐘鳴らして。お前にぴったりの仕事じゃないか。太った。これあかんやつ、これあかんやつや。かくなる上はこの重さ 4.9 キロのカチューシャの封印を解く時が来たように。なんであろうと粘道君との勝負は絶対に勝つ。アリロ、溶けてる溶けてる。迷った挙句ハートまでつけて送ったのよ。なのに帰ってこないですって、ありえないわ。最近の分際だ。でもありえる。悩んでいる。あそこにいるのは久保ですか？あんなところで何突っ立ってるんだ？うわ、腕折れた。治療費100万いったわ。消えてんねこれ。100万円けいよ。ちどうなってんだ。文化祭の時もケチャップこぼしたとか言っていたが、ケチャップにしては変な匂いだと思っていたし。久保安のことなんだけど、あいつって。え、俺がどうかした？あー、久保安。おおめえどうしたんだ、バカか。お前が言うな。ちょっと立ちくらみしただけだ。なあ、変じゃねえこいつ。俺より次体育だから準備しようぜ。そうだよな、あれは見間違いだ。久保安はあんなことするタイプじゃない。どうだ、あんな温和な奴が不良なんて。久保安大丈夫か。ノーアウト一塁だ、ゲームを続けようぜ。もはや疑いの余地はない。久保安は不良。佐伯、帰りに飯でも。どうもこんにちは。やばい、不良に絡まれちゃった。いや、この力は危険すぎる。仕事してんじゃねえやろ。くしゃー、こっちにしよう。あら、俺の腕は。もう限界だぜ。お前は倒したはずじゃ。なめてんのかこれ。そうか、今のは妄想だったのか。待ってねえよ。さ、財布持ってないやつなんていません。おお、なんだ、物分かりいいじゃねえか。何遠慮するな。じゃありがたく。逃げるぞ佐伯。よかった、佐伯だけでも逃げられて。よう、何してんの。さっさと佐伯と一緒に逃げろ。悪いなカイドウ。おいおい、逃がすと思ってんのか。だよ、仲間傷つけられたりするとよ。久保安、大事なのは今、そして未来だろ。ああ弱すぎる。花粉症なめんなよ、店なんかやってらんねえぞ。店長責めてんじゃなく、お前を責めてんだよ。平和な日常に退屈してたところだ。決着をつけよう。決戦だ。仲間